例えばこれ5番アイアンなんだけどさ、まあこういう風なアングルが存在するじゃない。これって揃ってないと番たびそのクラブによって変えなきゃいけないよね。これを、ね、4番の UTT なんだけど、5番ウッドと5番アイアンの間ぐらいになってて、だから振ると同じようにフェースがまっすぐ来るようなラインナップにしてるわけよ。で、そうやってクラブの流れを統一しといて、あのクラブごとの変化が少なくしてるわけ。クラブ、今井原さんがすごい揃ってるわけ。揃ってるね、うん、ちなみに5番とピッチングぐらいちょっと並べてもらってもいいですか。これも5番と変わらないぐらい、うん、やっぱり少しずつ多分強くなるかな、いろんな意味で。ああでもここもそんな変わんないな、大体こんなんだ。アイアンは大体一緒だね。まあ多少は、うん、まあ多少ね。確かにこれでウッド系がバラバラだったら本当に大体ね、今のウッドってみんなこうなってるからね。ユーティリティなんかもなんかすごい変な方向向きそうな、うん、ある。うん、いやだからどうしてもその単体でね、これがいいとか友達がこれが使っててすごくいいぞとかってその人にはすごくいいんだけど、勧められた人が合ってるかどうかわからない。これが機能の統一。そうそう、統一。あとシャフトに関してはどういうふうな。シャフトはねもう好みの問題なんだけど、僕は思うにはね、昔ほどもうシャフトのトルクっていうかねじれがね減ってきてるので。で昔はね、柔らかいシャフトイコールトルクがすごく強かった、このネジが。だから僕らはもう全く使えなかったけど、やっぱりこの年になりヘッドスピードが落ちてきてね、でやっぱりその柔軟性が体の方になくなってきてる以上、シャフトに仕事をさせなきゃいけない。それであのロケンジュンって台湾のプロがいるんだけど、まあ彼僕の2つか3つぐらいしたかな、ね、で彼がねしきりに勧めるわけ。彼はね R のシャフト使ってるんだ。でしかも 60g ぐらい、ね、60g、50g のシャフト使ってる。アイアンもそうなの。矢部さん絶対に柔らかくて軽いやつの方がいい、球も上がりやすい、楽だ。でそれにしてからもかなり自分では距離が戻ったっていうわけだ。僕も一生懸命今これはその、S に自分がして、でしかもできるだけ軽い 40g とか 50g のシャフト今あるから、それで今実験中のところなんだ。え、その場合はやっぱ全体的に同じようなシャフトにしなきゃいけないってことですか。シャフトのねいろんなその癖っていうのが当然あるんだけれども、まあ、僕の場合はどっちかっていうとウッドはウッド、アイアンはアイアンっていうふうに分けられるタイプなので、はっきりね。だからまあアイアンはもともとが僕自身がダイナミックのシャフトをダイナミックゴールドをずっと使ってたので、でこのスチールファイバーって基本的にはダイナミックやってて、でなんていうかな、味付けっていうか感覚が非常にダイナミックに近い。でカーボンはねものすごく僕の中ではアイアンを使うと感覚的にあんまり合わなかったのね。でもこれはやっぱ半分スチール入ってるので何の違和感もなく移行ができた。だからああこれは僕にとっては非常に、僕みたいなやっぱりそのなんていうかな、当たった時のその振動っていうかね、こうフェースに当たった時のボールのこういう自分の手の中に響いてくるその響きっていうのかな、振動っていうのかっていうのを伝わることの方が気持ちがいいので、まあ特にアイアンはだからそっち系でカーボンに変えられなかったんだけど、まあこれは全然使えるなっていう感じ。アイアンとウッド系っていうのはどういうふうにすればなんかバランスが合いそうな感じなんですか。どういうふうにすれば、硬さですか、硬さ重視とか。まあ基本的にはシャフトの性質は同じにしとけばいいんじゃない。まあだから、まあ、簡単に言うと同じシャフトにすればいいよね。それはなかなかできないですよね。え、いやシャフトお金かかりますよ結構。ああそういう意味ね、はい、あだから同じプロみたいに同じシャフトで統一持たせたいですけど、うん、なかなかそれできない、そうだな、どういうふうにしたらいいのかな。だけど例えばこのシャフト先上司とか中上司とか元上司とかって言うじゃない、
でもあのシャフトの真ん中のこのぐらい本当に10センチちょっとの間の話だけの話なんで、先調子元調子、うん、だ本当に先の方とかここにあるわけじゃなくて、このシャフトの真ん中ぐらいのここの10センチちょっとの話なのよ。そう、そうだってこれを そんなに違うところに移行できないよね、正直言っちゃうと。だからそんなめちゃくちゃシビアなものではないんだけれども、やっぱりみんながそうやって言うので洗脳されてるじゃん人って。まあある意味それも利用すればいい方向に動くと思うんだけど、だからその中で自分がその好みのシャフトがあったら、まあできるだけそれに揃える。だって今ももともとそういうシャフトで揃ったものが買えるじゃない。まあそうですね、うん、まあ、そこまでシビアにならなくて、うん、いいんじゃないかなって。まあ それともう一つは そんなに大きく変化しないように、同じメーカーの同じブランドもので、例えばウッドならウッド揃える、アイアンアイアン揃えるっていう風にした方が分かりやすいんじゃないの。だから一番ダメなのは、これがドライバーはこれがいい、そのフェアウェイはこれがいい、 UTT はこれがいい、アイアンはこれがいい、サンドウェッジこれがいいとかっていう風にしてバラバラに購入することがちょっと上達を妨げてるかなというのは感じるかな。統一感がなくなるので、一応メーカーもね、いろんな意味でその種類のウッド系アイアン系っていう風に揃えてるはずなのよ。まあ極力その機能が変わらないまで、今いろんなデータはだっていろんなとこで分かるじゃない。だから 何その MH とかさ、なんかそのいろんなモーメントの大きさだったりなんとかっていうのは全部できるだけ揃えた方がいいよね。それはだって分かるの、発表されてるんだから。あえてそれに反する必要はないし、これちょっとこれ言えない、ちょっと言えないかもしれないですけど、うん、今結構その昔で言う言葉で言う舶来品がやっぱ飛ぶんですか、うん、あ、輸入品のもの、輸入品とか、はい、今は海外ブランドが強いなというような、うん、まあ確かにね、安いよねそれ。はい、それもあります。うん、安いから買いやすいで、まあただ万人が合うわけじゃないので、今中古ショップに売ったりなんかしてるんだろうけども、基本的にね、どの範囲を許容量とするかっていうところには差があると思う。海外メーカーのものと、それからまあ、日本のメーカー出してる。で、特に日本のメーカーってタイヤメーカー多いよね。そうするとタイヤメーカーってさ、本体は命を預かるメーカーじゃない。っていうと、そういうふうな制限っていうのは非常にシビアだし、違反をしないようにしなさいよっていうふうな、そういうのコンプライアンスの問題とかなのかな、そういうふうに言っていいのかどうかわからない。そういうふうな社内規定というのは非常に厳しいと思うのね。いや、その高反発って現実世の中にまだ存在してて、その試合では使えないけどそれ飛ぶって言って買う人世の中にいるわけじゃない。ね。でまあ、それも別にその競技出るわけじゃないし、自分がそれでゴルフが楽しめるんだったらそれはそれで OK かなと。ということは海外の大手メーカーの飛びクラブっていうのは、うん、やっぱりちょっとそういう、そういう傾向もあるけれども、もちろん、研究もされてると思うよ。中のものは僕は細かく僕は分析してるわけじゃないからわからないけれども、まあそれこそその僕も随分その海外のメーカーの工場やね、若い頃見学行ったりなんかしていろんなものを見聞きしてきたけれども、やっぱりそこにあの MIT を出た人たちがいっぱいいたりとかさ、あの大学ですか、うん、マサチューセッツ工科大学だから、やっぱりその技術に対してのいろんなそのノウハウっていうのはかなり日本よりも進化してるかなっていうのは感じた当時ね。もう何十年も前の話だけどね。でまあそこへもちろん日本も負けず劣らず一生懸命やってはいると思うけれども、まあ、正直こういうのって特許の問題だったりとか、まあだから、特許侵害しないようにって言ってみんなあの手この手を使ってやるけれども、まあなかなか。今ちょっと海外大手メーカーが一個リードしてるのは、うん、まあそこがあるかもしれないね。まああとはその材料だとかね、そういうものの違いもあるかもしれないし、
だん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 その測定方法っていうのも、まあ、僕なんか見るとどうなのっていうふうな測定方法なので、あんま詳しくは言えないけど、だからそうするとその測定方法っていうものが変わってくるとまた違う結果が出る可能性もあるよね。まあなかなか難しいとこかなと。であとはね、そのシェア的にその海外メーカーって世界に向けてほとんど発信しちゃってるわけよ。だから売れる数がもう日本のメーカーよりもはるかに多いわけ。日本のメーカーってやっぱりその日本のメーカーのものって海外でなかなか多く売れてないじゃない。で日本に入ってきてる海外のメーカーのものってもう世界中どこでも売ってるの。研究開発費が、うん、違うよね多分ね。膨大な違いがあると思うよ。それはもう絶対数が違うからさ。でもう一つはやっぱりその海外メーカーどちらかというと機能優先で、日本のメーカーはやっぱり工芸品的なその美的なものをすごく求める。だからまあ何を求めて作ってるかっていう、だからどうしてもその一つその綺麗なものとして作るっていう技術はやっぱり日本はすごく長けてるから、そうすると一つ一つの単体が高くなってしまうことも確かなのね。